マンダロリアン、本名リンジャリンは、スター・ウォーズシリーズのキャラクターであり、ディズニーのテレビドラマシーズ、マンダロリアンのタイトルキャラクターである。幼少期に孤児となった、彼はマンダロリアンの一族に迎え入れられ、バウンティハンター剣戦士となった。マンダロリアンは、当初捕獲を依頼されていたエイリアンの幼児、ザ・チャイルドを銀河帝国の残党から守ろうとする。 マンダロリアンのクリエイター兼、ショーランナーのジョン・ファブローによって創造された、このキャラクターは、クリント・イーストウッドとセルジオ・レオーネ監督による、マカロニ・ウェスタンのドルバコ三部作映画に登場する、彼が演じた七死の男に触発されている。また黒沢明のサムライ映画や、スター・ウォーズの主人公のハンソロもキャラクター像に影響を与えている。マンダロリアンは、 ペドロ・パスカルによって演じられている。ファブローはこの役割のためパスカルにアプローチし、また、スター・ウォーズ作品でポーダ・メロンを演じるオスカー・アイザックの後押しもあって、彼はオファーを受けた。パスカルはマンダロリアンと同時期に複数のプロジェクトに取り組んでいたことによりすべてのエピソードの撮影に参加しておらず、彼の不在時には俳優のブレンダン・ウェインとスタントパフォーマーのラティーフ、 クラウダーがダブルを務めた。マンダロリアンの衣装は、レガシー FX によって作成されており、ボバフェットのそれと似ているが、制作者たちは二つの衣装の違いを意図的に確立させようとした。衣装は、マンダロリアンを演じる俳優たちに課題を提示し、身につけることによって、小さなジェスチャーが大きく誇張されるために、その身体性が演技に重要な役割を与えた。マンダロリアンと、 ザ・チャイルドの関係性は、マンダロリアン前編に溢れている子育てと不正のテーマを具現化している。キャラクターとパスカルの演技は、概ね高評価を受けたが、パスカルの顔が常に衣装で隠れていることで一部から批判を受けた。マンダロリアンの本名、ディンジャリンは、マンダロリアンの第1シーズンの最終回、チャプター8、食材で初めて明かされる。 キャラクターのバックストーリーの側面はシーズンを通して徐々に提示される。彼は幼少期、クローオン大戦中に分離主義勢力に属するドロイドの攻撃で両親を殺されており、その直前に彼らによってかくまわれて難を逃れる。ディンはマンダロリアンの戦士たちによって救出され孤児となった。彼は惑星マンダロア出身でないにもかかわらず、広い子として、 彼らの伝統に従って育てられる。彼はアーマー職人が率いる集団に加わり、彼らは銀河帝国による迫害のために隠れ住むことを余儀なくされる。マンダロリアンは他人の前でヘルメットを脱ぐことを一族追放に値する裏切り行為であると考えているためにしないが、他のスター・ウォーズ作品のマンダロリアンのキャラクターは、 その立場に影響なくヘルメットを脱いで良いものとして描かれていた。成長したマンダロリアンはバウンティハンターとなり、バウンティハンターギルドへと加わり、他者からはマンドウという愛称で広く知られることとなった。マンダロリアン本編以前にはランマルク、シアン、クインラ傭兵のグループと行動を共にしていたが、後に決裂する。マンダロリアンは、 レーザークレストと呼ばれるガンシップのパイロットであり、また彼の使用武器の一つは、プロング状の重心から高威力のブラストを発射するアンバンスナイパーライフルである。この武器は、スターウォーズ、ホリデースペシャルでバウンティハンターのボバヘッドが使用した類似のライフルから着想を得ている。マンダロリアン本編は、ジェダイの期間の結末の5年後から始まる。シリーズ初回でマンダロリアンは、 バウンティハンターのギルドのリーダーのグリーフカルガから崩壊した銀河帝国の残存勢力の代理人である謎メーター7種のクライアントを紹介され50歳の獲物の確保を依頼されるその場にはドクターパーシングが同席するマンダロリアンは獲物を追ってアルバラマイナス7を訪れそこでアグノートの農夫のクイールの支援を受けるマンダロリアンは バウンティハンタードロイドの IG-11 とやむを、得ず協力関係となった後、獲物であり、ヨーダと同一種族のザ・チャイルドを発見する。チャプター2、ザ・チャイルドで、マンダロディアンは巨大なマッドホーンから殺されかけるが、フォースを操るザ・チャイルドによって、命を救われる。チャプター3、罪で彼はクライアントにザ・チャイルドを届けるために、惑星ネバロに戻る。その後マンダロディアンには、 心境の変化が起こり、クライアントの基地に戻って、ザ・チャイルドを救出する。レーザークレストに戻る途中、彼は、グリーフや他のギルドのメンバーからの待ち伏せを受けるが、他のマンダロリアンの一族からの助けを受け、ネバロからの脱出に成功する。自身とチャイルドを狙うバウンティハンターたちから逃げ延びる間、マンダロリアンはいくつかの仕事を引き受ける。チャプター4、楽園では、 学生双眼の村の襲撃者からの防衛。チャプター5、ガンファイターではタトゥイーンでの暗殺者フェネック、シャンドの捕獲。チャプター6、囚人ではランマルクの傭兵団との刑務所襲撃の仕事を受けた。チャプター7、罪で、マンダロリアンは、クライアントの軍によって、町が制圧されたことを、グリーフから連絡される。グリーフは、クライアントの排除を手伝いは、マンダロリアンにかけられた。 懸賞金を取り下げることを約束する。マンダロリアンは任務遂行のために、クイール、IG-11、現反乱同盟軍のショックトルーパーのキャラデューンらを召集する。しかしながら、ネバロでクライアントと対面すると、罠を張っていたモフ・ギデオンと彼が率いるデストルーパーが、クライアントごとマンダロリアンたちへの奏者を開始する。ギデオンは、マンダロリアンの出生名。 ディンジャリを含む彼らのそれぞれの秘密の詳細を暴露し、さらにマンダロリアンの大粛清として知られるマンダロリアンへの攻撃に関与していたことを明かす。シーズン最終回でクイールは殺されてしまい、さらにマンダロリアンもギデオンの軍勢との銃撃戦で重傷を負う。IG-11 によって傷の治療のためにマンダロリアンのヘルメットは初めて脱がされ、 番組中初めて彼の顔があらわとなる。マンダロリアンと仲間たちは彼の一族に助けを求めるが、すでに隠れ川帝国に襲われている。彼らは一族のリーダーであるアーマー職人を発見し、彼女は正式にチャイルドをマンダロリアンの養子として認める。彼女はマンダロリアンにザ・チャイルドをその種族のもとへ届けるように指示し、マンダロリアンは 父親のような存在になるという。IG-11 は、他の仲間たちの脱出のために自らを犠牲とし、マンダロリアンはギデオンによる最後の攻撃をかわした。後にザ・チャイルドを連れてネバルを出発する。マンダロリアンは、ザ・チャイルドをその種族の元に届けるため、助けを求めて、他のマンダロリアンを探す。タトゥイーンで、ボバフェットの鎧を着る、保安官コブバンスに会い、 鎧を返してもらう。惑星トラスクでは、ボカターンクライズ率いる3人のマンダロリアンに出会う。彼らはヘルメットを外すことを厭わず、拒否するマンダロリアンをカルト組織チャイルド・オブ・ザ・ウォッチと呼ぶ。3人に協力して、武器を満載する帝国の残党の船を奪取するが、仲間に加わる誘いは断って、旅を続ける。次にボカターンに教えられた、ジェダイの麻生カタノの元へ向かう。 途中で船の修理のために、ネバロに立ち寄り、監督官になったグリーフカルガと保安官になったキャラデューンのために、帝国基地を破壊する。基地では、モフギデオンが生存しており、ドクター・パーシングが、ザ・チャイルドの血液を用いて、フォースの再現実験が行っていることを知る。惑星、コルバスに行って、アソーカに出会い、協力して、帝国の残党による圧勢を倒す。 アソーカからベスカー公の槍を与えられる。ザ・チャイルドと心を通じ合わせたアソーカから本名グローグーを教えられるが、アソーカのシアナキン・スカイウォーカーの例から怒りと恐れを抱える者の,のジェダイの訓練は危険だと断られ、代わりにダイソンのジェダイ聖堂の遺跡に行くことを勧められる。タイソンでは鎧の変換を求めるボバヘッドにグローグーの命を脅かされ、 その安全と引き換えに変換に同意する。突然現れたモフ・ギデオンに、不なレーザークレストを破壊され、グローグーを誘拐される。ボバフェットとその連れのフェネット・シャンドは、グローグーの安全を誓ったために奪還に協力する。ネバロに行って、心境は国保安官となった、キャラデューンにも協力を求め、モフ・ギデオンの居場所を調べる。4人は、ドクター・パーシングをえて、情報を引き出し、 さらにモフ・ギデオンの持つダークセーバーを求めるボカターンとその仲間のコスカリーブスとも協力する。6人でモフ・ギデオンのクルーザーに乗り込む。マンダロリアンはダークトルーパーの一体を苦戦の上で倒し、モフ・ギデオンをも倒してダークセーバーを得て正当な所持者となる。これでボカターンはマンダロリアンを倒さないと次の正当な所持者とは慣れない立場に置かれる。 多数のダークトルーパーに襲われるが、ルーク・スカイウォーカーが現れて、すべてを倒す。ルークは、グローグーが、ホースの訓練を受けなければ危険であると言い,い、マンダロリアンは、ルークにグローグーを託し、誓いを破って、ヘルメットを取り素顔を見せて、別れを告げる。キャラクターは、プリプロダクション中の、第3シーズンにも登場予定である。マンダロリアンは、タフで、基地に飛んだ。 有能な戦士である。ブラスターの扱いは非常に早く正確であり、白兵戦で彼に匹敵できるキャラクターはシリーズではキャラデューンなど数人のみであった。マンダロリアンの戦いは整然としており、敵を追い詰めて分断し、それらを一人ずつ捉える。彼は一匹狼のようで一人で活動することが多いが、状況次第では他者からの協力を積極的に受け入れる。 彼は第一シーズンを通して何度かクイールからの助けを受け入れ、それに対して報酬を与えようとしている。またシリーズ初回ではザ・チャイルドを捕まえるために IG-11 と一時協力を申し出ている。マンダロリアンは口数が少なくたまに話すときも必要以上の情報を明らかにしない。マンダロリアンを演じるペドロ・パスカルは 顔が兜で隠れているにもかかわらず、キャラクターを人間的で近づきやすいものにしたと語った。これについて彼は、この発想は、彼は親しみやすいということだ。私たちは誰しもが自分自身の鎧で覆われており、それを脱ぐことを恐れ、それが彼を超えて私たちがフォローしたくなるようなキャラクターにしてくれるのだ、と語った。ジアトランティックのライターのスペンサー・コーン・ハーバーは、 マンダロリアンはそのカブトが人々が機械の完璧さ、冷淡さを獲得しようとする手段であることから、スター・ウォーズシリーズの中で仮面をこむる多くのキャラクターの一人であると述べている。マンダロリアンのカブトが初めて脱がれた場面に関して、コーンハーバーは、それは大きなケージやあるいは正体の暴露として描写されておらず、むしろこのラコニックな鬱優のカウボーイ、騎士が ただの男であることを思い出させるものであると評した。彼はマンダロリアンの伝統を非常に真剣に受け止め、彼が育てられたその文化に多大な敬意と感謝の念を持っており、そのために懸賞金を使って他の子供たちに資金援助をしている。マンダロリアンはバトルドロイドによって両親を殺害された過去があるためにドロイド全般を強く嫌をしている。パスカルは マンダロリアンは他のスター・ウォーズの主人公たちよりも道徳的に曖昧であると考えダークヒーローと表現している。彼は私はスター・ウォーズの道徳感は非常に具体的で白黒が明白で善と悪があるがこれはその境界線で展開されることによってこのキャラクターは非常に面白くなる。彼はあなたに典型的なヒーローではないと語った。 最終的にパスカルはマンダロリアンが正しいことをしたいと考えているが、バウンティーハンターや選手としての彼の義務は、しばしばそれと矛盾すると認識している。カール・ウェザースは、キャラクターについて、マンダロリアンは、ある意味で、マンダロリアンの他のキャラクターと同じだ。彼には、非常に利己的で、自己中心的な性質があるが、同時に非常に利他的で、人間的なものもある。彼には、 人間性があると述べた。シリーズ初回では、マンダロリアンは捉えた標的の単眼を無視する、冷酷な一面を見せている。マンダロリアン本編前にランマルクの傭兵団と共に働いていたという設定は、シリーズ開始前時点での彼の道徳感が、より小さかったということが示されている。これは、チャプター6、囚人で、さらに説明されており、その傭兵の一人であるシアンによって、 マンダロリアンが惑星アルゾック3で犯した暴力行為がほのめかされ、マンダロリアンはそれについて語りたがらない。しかしながら、チャプター1、マンダロリアンでのチャイルドとの出会ったことで、マンダロリアンは人間的、道徳的となることが促される。マンダロリアンのクリエイターのジョン・ファブローと、その監督の一人であるデボラ長は、チャプター3、罪でマンダロリアンが、 チャイルドの元に戻ることを決めた場面がキャラクターにとって極めて重要な瞬間であると考えた。蝶は彼がその決定を下したことで戻れない地点に至った。そこで彼は人生全体を変えると語った。マンダロリアンの道徳性の向上はチャプター6で彼を殺す方が合理的であるにもかかわらず、心境は国兵士のダビンの殺害に反対した際に示されている。 またそのエピソードでは、マンダロリアンが彼を裏切った傭兵たちを直接、殺さずに投獄したことでその両親が示される。マンダロリアンのクリエイターで、ショーランナーのジョン・ファブロー。マンダロリアンは、マンダロリアンのクリエイターで、ショーランナーのジョン・ファブローによって創造された。ファブローは、スターウォーズの長年のファンであり、マンダロリアンは、彼が気に入っているシリーズのキャラクターグループの一つである。 また彼は以前にテレビアニメスター・ウォーズクローン・ウォーズで一度声優を務めていた。キャラクターは初めて描写されたマンダロリアンであるとみなされており、マンダロリアンの文化はクローン・ウォーズや反乱者たちといった拡張作品では登場していたが映画では未登場であった。またボガフェットはスター・ウォーズの書籍やタメディアでマンダロリアンとの関係が描写されたが、その詳細は 映画内で取り上げられたことがなかった。ファブローは、キャラクターを想像する際に、オリジナル三部作、特に第一作、スター・ウォーズの外観と美学を一致させようとしたと述べた。シリーズの企画中にクリスタン・アールツマン、ダグジャン、ライアン・チャーチ、ニック・ギンドラウ、ジャマ・ジュラバイフ、ジョン・パークといった、ルーカス・フィルムのアーティストが、コンセプトアートを作成した。マンダロリアンは、 俳優のクリント・イーストウッドとセルジオレオーネ監督のマカロニウエスタン映画で彼が演じた七種の男に部分的に触発されている。キャラクターはクリント・イーストウッド、特にセルジオレオーネ監督のマカロニウエスタン映画で彼が演じた七種の男に部分的に触発された。パスカルは自分のキャラクターがどのような行動を取るのかに疑問がある時にはクリントなら何をするか。 と自問する。また黒沢明監督映画の侍のキャラクターにも触発されている。パスカルは黒沢の影響について、それは美的に、そしてとても物語的にその種の象徴的な孤独のガンマンや剣士として組み込まれていると語った。ファブローはパスカルに対して黒沢の侍映画とイーストウッド主演のレオーネの西部劇を役作りのために干渉することを提案し、 実際にパスカルは、用心棒や、賊、夕日のガンマンなどを鑑賞した。また、スターウォーズシリーズの主要キャラクターである、ハンソロもパスカルの演技に影響を与えた。キャラクターは2018年10月3日にファブローの公式のインスタグラムアカウントに、簡単な概要文を投稿したことで初めて公に、説明された。そこでは、新共和国の当局から遠く離れた銀河の片隅に、 いる孤独なガンファイターと説明された。ファブローはその後さらに、これは今まで見たことのない時代で、出会ったことのないキャラクターと語った。マンダロリアンの1枚目の写真は2018年10月4日に初公開された。性別などの詳細な情報はすぐには明かされなかった。公開された写真に基づいて、ギズモードのジャーメイン・ルシアはキャラクターを、 マンダロリアンの鎧都市的で機能的な追加物の素晴らしい組み合わせを備えた印象的で自身に満ちた存在と評した。マンダロリアンのエグゼクティブプロデューサーのデイブ・フィローニはマンダロリアンをサバイバーと呼び、彼はスター・ウォーズシリーズの他の登場人物、特にジェダイからユニークだと感じていた日々の生活の中で自分の道を見つけようとしていると述べた。 マンダロリアンの本名と素顔は当初は非公開であり、その正体はスター・ウォーズシリーズですでに知られているキャラクターであると一部では推測されていた。ボバフェットであるという予想もあったが、ルーカス・フィルム側はこれを否定し、番組のクリエイターはインタビューで2つのキャラクターを区別した。マンダロリアンの映像は2019年4月14日にシカゴで開催された。 スター・ウォーズ・セレブレーション・コンベンションで初公開され、それには第1話でグリーフ・カルガとクライアントから仕事を受ける場面が含まれた。キャラクターは2019年8月23日に公開されたマンダロリアンの最初の予告編と2019年10月28日に公開された2つ目の予告編でも大きく取り上げられた。同日にはマンダロリアンのみをフィーチャーした。 キャラクターポスターも発表された。ペドロ・パスカルペドロ・パスカルはマンダロリアンのタイトルキャラクターを演じた。マンダロリアンは主にペドロ・パスカルによって演じられ、彼は多くの場面で鎧を着た上にすべてのセリフを自らの声で演じた。彼はこのキャラクターの候補に上がっていた数人の俳優のうちの一人であった。ファブローはエージェントを通じてパスカルに連絡を取り、 スターウォーズのプロジェクトについて話し合った。パスカルは当初は、それが映画なのか、テレビシリーズなのか、それとも他の種の作品なのかを知らなかったが、プロジェクトの性質とは、無関係に、ファブローと会うことを望んでいた。二人は、シリーズのコンセプトイラストで覆われたファブローのオフィスで、愛、プロジェクトの説明の際に彼はパスカルに演じる、キャラクターを示すために、マンダロリアンのイラストを指した。 これにより、当初パスカルは演じるキャラクターが、ボバフェットであると思い込んだが、ファブローによって誤解は訂正された。パスカルは、最初の会議で、マンダロリアンの兜を試着すると完璧にフィットし、彼はそれを、大いなるオタクな瞬間と呼んだ。パスカルは、シークエル三部作で、ポーダメロンを演じた長年の友人の、オスカー・アイザックアから役を受けるように勧められており、 それがプロジェクトへの参加をより確実に感じさせたと述べた。パスカルは幼少期からスター・ウォーズ、特に帝国の逆襲のファンであり、彼は私の記憶と子供の頃の想像力の中に消えないようにマーキングされていると説明した。また彼は特にボバヘッドのファンであり、それは子供の頃のスター・ウォーズのお気に入りのアクションフィギュアであった。このことによりパスカルは 類似するキャラクターを演じることにさらに興奮し、彼らは私にスター・ウォーズで最もかっこいいものになることを望んでいると述べた。2018年後半に制作が始まり、マンダロリアン役の俳優が決定するまで数週間を要した。キャラクターが登場する場面をボディダブルで撮影した上で俳優が決定する前にセットのキャラクターの宣伝用静止画が公開された。 パスカルのキャスティングの可能性についての噂は2018年10月にインターネット上で出没し始めた。2018年11月13日、バラエティによってパスカルが主役のオファーをされ、交渉が進行中であることが報じられた。彼がキャスティングされたことは2018年12月12日に正式に発表された。ギズモードのジャーメイン・ルシアはパスカルのキャスティングについて、 パスカルは独特の存在感を持つ優れた俳優であり、私たちは皆銀河全体で人々を追い詰めて撃つことを彼に望んでいると述べた。パスカルは2019年11月のインタビューでマンダロリアンの本名であるディンジャリンを誤って明かしてしまった。その他の演者パスカルに加え、俳優のブレンダン・ウェインとスタントパフォーのラティーフ、クラウダーがマンダロリアンのボディダブルを務め、 パスカルが演じられない時に代役となった。ウェインは以前にファブローが監督したカウボーイエイリアンに出演しており、その後も両者は連絡を取り合っていた。ウェインはエージェントを通し、スターウォーズ関連とは知らされずに極秘のプロジェクトのためにレガシーエフェクツで衣装の試着を依頼された。衣装を見た彼はボバフェットだと勘違いした。 衣装は6フィート5インチの人物用に作られていたが、6フィートしかないウェインにフィットした。ウェインは子供の頃の私にとってはそれだけの意味があったので、着ることができたという事実だけで十分だったと述べた。2週間後、彼はファブローのプロジェクトのスクリーンテストを依頼された。キャスティングアソシエートは動き回る彼を見たかったために、脚本は与えられなかった。 ウェインは試着したスターウォーズの衣装に関係があると考えたために、ボバフェットのカブととオートバイのパッドを購入して事前に、それをつけて歩く練習をしていた。スクリーンテストでは、とても西洋的な感じで演じるように頼まれたので、ゆっくりと歩き、コアの強さを保つことに集中し、祖父で俳優のジョン・ウェインの動きを真似た。ウェインのエージェントは、キャラクターの声は担当しないことを伝えたが、 彼は気にしなかった。ウェインはカブトを被ると頭の動きがより大げさに見えるので小さくする方法をファブローから教えてもらったと述べた。ウェインはキャラクターがすぐ手に届くところに銃のホルスターを設置するなど衣装に関するフィードバックとアドバイスを提供した。ウェインはマンダロリアンの第一シーズンの全エピソードに取り組みパスカルと緊密に協力して キャラクターの画面上の動きを作り込み、それぞれが特定の動きやジェスチャーをどのように処理するのかを互いに尋ね、誰が演じてもキャラクターがシームレスとなるようにした。ウェインはマンダロリアンに取り組むことについて、私が毎日演技をする人生を送れるようになったので、これに取り組むのは夢だった。育った神話の一部になることは、子供の頃には不可欠で、本当にクールなことだったと述べた。 子役のエーダン・ベルトラは第1シーズンの改装シーンで若年期のマンダロリアンを演じた。マンダロリアンの衣装はコンセプトアーティストのブライアン・マンティスと衣装デザイナーのジョセフ・ポロによってデザインされメイクアップエフェクトクリエイターのスタン・ウィンストンによって立ち上げられた特殊効果のスタジオであるレガシー・エフェクスによって作り上げられた。これは帝国の逆襲とジェダイの帰還に登場する ボバフェットのスーツの影響を強く受けており、同様のボディアーマーと独特の T 字型バイザー付きの兜が含まれている。衣装には右腕に小手のような手首の鎧、左腕手首には投射物を発する装置が備えられている。手袋の指先は色が異なり、甲には青い三角形のついた金属が備えられている。他には爆発物を装填したベルト、 長い重心のブラスター、ブーツ、弾薬と爆発物とナイフを収める右足のホルスターがある。マンダロリアンの最初の3話で登場した衣装の最初のバージョンはアーマー職人によって修理される前の多くの摩耗と戦闘による傷が含まれていた。制作者はマンダロリアンとボバヘッドの衣装の間に微妙な視覚的な違いを作成し、二人のキャラクターを 区別できるように意図的に努めた。その結果、マンダロリアンの衣装は、ボバフェットのそれとは異なる色になり、鎧と株とは異なるアクセントとタッチを持ち、マンダロリアンは、ボバフェットよりも筋肉質に見える。それにもかかわらず、デーブ・フィローには、類似点があり、それはほとんど避けられないと認めている。ペドロ・パスカルは、マンダロリアンの鎧を、中世の騎士のそれと比較し、 その美学を非常に強力で神秘的と表現した。パスカルは衣装についてとても素晴らしいシルエットだ。それはとても象徴的なイメージだと述べた。しかしながら彼はまだ衣装は使いづらい可能性があり、慣れるまでに撮影中に物にぶつかることが多いと述べた。彼はまた見栄えするもので着やすいものなどないだろうと語った。パスカルはマンダロリアンの言語を厳密には 肉体的なものと表現し、キャラクターを伝え、自分の物語を伝えるためには、衣装のピースをナビゲートする方法を学ばなければ、ならないと述べた。スクリーンラントのジェシー・アトキンは衣装について、ボバフェットやサビー・イン・デンなど、マンダロリアンの鎧を、これまで見たことがあるかもしれないが、アーマー職人がマンドの衣装を作るのを見ると、彼の全体的な外観が、全く異なるレベルになると述べた。 衣装は2019年8月にカリフォルニア州アナハイムで開催された D23 エキスポで展示された。マンダロリアンの場面の多く南カリフォルニアのサウンドステージボリュームで撮影された。ボリュームはグリーンスクリーンとトラッキングカメラが空間全体に広がる倉庫のような大型のモーションキャプチャースタジオである。 実物のセットピースとスクリーンに投影されたイメージの組み合わせを利用して俳優を撮影しデジタル環境に配置することが可能となる。チャプター1、マンダロリアンの冒頭での氷の惑星のマンダロリアン、最初の庭での惑星、アルバラマイナス7、チャプター6、囚人でのランマルクの宇宙ステーションの場面などはこのセットでで撮影されている。パスカルは撮影プロセスについて、 これは世界を構築し、衣装、生き物、ロボット、全世界の細部に注意を払うという点で、私にとって、それを次のレベルに引き上げている。そこにあるものに関してはあまり想像力に頼っていないように感じることがあると述べた。従来のグリーンスクリーンの背景ではなくこの、撮影技術を使用することによって制作者たちは、マンガロリアンの兜と鎧の衣装の反射に対する、 グリーンスクリーンの反射に関連する課題を回避することができた。イメージは360度の LED の壁に投影され、俳優が演じるためにフォトリアリスティックなセットが提供されるだけでなく、マンダロリアンの衣装に映る反射物が現実世界の場所のように周辺のセットが反映されることを可能とした。撮影監督のグリーグ・フレイザーは、 マンダロリアンのような被写体を扱う場合、カメラの視野内に見える世界よりもフレームの外側の方が重要であることがよくある。カメラの背後にあるものは俳優の兜と衣装に反射されており、それは彼がその環境にいるという幻想を植え付けるのに重要だと述べた。LED の壁の上部近くにある細長い白い帯はマンダロリアンの兜にバックライトの外観を、 提供するという追加の目的を果たした。また制作者は時折、セットの壁に照明を追加で投影して、マンダロリアンの衣装に反射させ、キャラクターの形をより鮮明にするように要求することもあった。フレーザーは特に、マンダロリアンのクロムの兜の撮影は、カメラのレンズが鋭すぎると、そのエッジがビデオのように素早く見える可能性があるために、難しいと述べた。この問題は、 パナビジョンのフルフレームウルトラビスタアナモルフィックレンズを使用することで解決された。このレンズは人間の顔用には柔らかすぎるため、マンダロリアンに使用されたものとは異なる撮影技術がマスクなしのキャラクターには使われた。パスカルは最初にその役を引き受けた際、スターウォーズのファンの間での大きな熱意が恐ろしいものになるだろうと考えたが、後に彼はそれが 自身の演技を最終的にサポートしたと述べた。彼は、キャストメンバーとして、自分を、生き生きとさせるためのサポートがあるというのは、今までにないような重要な要素だと思うと語った。パスカルは、ジョン・ファブローとデイブ・フィローニが、スター・ウォーズの初のテレビドラマで、ディズニーの最初の番組の一つの撮影に伴う、プレッシャーから自身と他のキャストやスタッフを守り、 仕事に集中できる環境を作ってくれたと感じた。ファブローはマンダロリアンがうまく機能し衣装の中が見えないにもかかわらず非常に魅力的であったと感じた。彼はスターウォーズで愛されているキャラクターの多くは R2D2 のように疑人感が欠けていることに言及した。ジーナ・カラーノはパスカルが俳優としての自信の疑念と脆弱性をその演技を通して伝え、それが 最終的に、マンダロリアンをより親しみやすくしていると評した。彼女は、あなたがこの真下にいる。この男が何者かを知りたがっている。あなたは彼の人柄を感じ、より知りたくなる。彼はとてもセクシーだと語った。ファブローは、マンダロリアンのブーツが、氷の惑星の場面で適切な量の霜がついていないと感じたために、それを増やしたことを含め、 キャラクターにに関する細部に注意を払ったパスカルはキャラクターがほとんど喋らなかったため、姿勢とジェスチャーのみで感情を伝えるために、演技学校のレッスンを思い出さなければならなかったと述べた。パスカルはこれを非常に詳細思考のプロセスと呼び、小さなジェスチャーは大きな感情的な影響を与え、それぞれの微妙な動きに対して注意する必要があると指摘した。パスカルは、 過去の舞台演技の経験も役立ったと述べており、それにはマスクを着用し、感情を伝えるために、アニメーション的に誇張された方法で演技を行った、コンメディアでラルテの作品が含まれる。彼は、マンダロリアンの演技は似ているが、無駄のない動き反対の口調であると述べた。デボラチョーはキャラクターを操る上で、身体性が非常に重要であり、 マンダロリアンのための身体的言語を開発する必要があると主張し彼の動きはすべて意図的なものだ。そわそわしたりリラックスしたりすることはないので小さな動きをしたり頭を回したりするが常に意味があるものだ。私たちは彼の顔や目ではそれを行うことはできなかったと述べた。そのフィジカリティの多くは衣装そのものとそれを着て動くために必要な体重配分によって決定された。 ブレンダン・ウェインによると、マンダロリアンに求められた歩き方は自然に身につけられたとのことで、パスカルがそれに悩んだ際には制作者たちは、ウェインの意見を聞くように勧めた。パスカルは声の演技をボディランゲージと一致させようとしたために、ポストプロダクションで録音したものはしばしば微調整された。パスカルはマンダロリアンと同時に複数のプロジェクトに取り組んでいたために、 すべてのエピソードには登場できなかった。彼はブロードウェイの舞台、リア王のリハーサルに加わっていたために、チャプター4、楽園の撮影には全く参加しておらず、代わりに、ウェインがキャラクターの大部分の場面で演技をした。監督のブライス・ダラス・ハワードアウェインについて、彼はそのキャラクターにすべてをもたらし、その瞬間を見つけて、一緒に解決することができたと語った。ウェインは、 オメラ役のジュリア・ジョーンズと共演した場面では、非常に感情的になってしまい、カブトの中で涙を流したことを明かした。ウェインはまた、チャプター3、罪でもレーザークレストに入る場面などで衣装を着ている。ウェインは、ウェザースを崇拝しており、彼との場面の撮影を楽しんだ。ウェインは、その撮影中に、マンダロリアンのセリフを暗唱し、後にそれはパスカルが吹き替えた。ウェザースは、 ウェインの話し方は彼の父のジョン・ウェインに告示していると述べた。ウェインはまたチャイルドを作り上げるために使われた。アニマトロニクスの人形は非常にリアルであり、本物の子役と一緒に働いているように感じたと述べた。パスカルとエミリー・スワローはマンダロリアンを撮影の前から知り合いだった。彼らはニューヨークの舞台シーンを通して互いに精通しており、両者ともにテレビドラマ、 メンタリストに出演していた。マンダロリアンについて、最初に知った時に、スワローは視聴者に見えない、主人公を登場させるのは、難しいと考えていたが、ペドロが誰であるかを知っていたから、彼の良さが伝わってくると思ったことからパスカルなら、実現可能であると思い直した。マンダロリアンの主要テーマの一つは子育てと不正であり、 マンダロリアンとチャイルドの間のダイナミックな親子関係を通して表現される。ファーザリー氏のライアン・ブリッドは、スター・ウォーズシリーズは、親子のダイナミクスを描くことを長らく避けていた。マンドとベビー・イオーダによってようやくそれは変化したと評した。一部の批評家は、チャイルドとマンダロリアンの間の動力を侍とその幼い息子を描いた漫画作品、子連れ狼と比較した。 チャイルドはマンダロリアンをより柔らかく、より親しみやすい性格へと変え、チャイルドを育てることで、利己的で自分のことしか考えない面が薄れたために、前向きに変化していく。マンダロリアンの子育て描写の例としてはチャイルドが、宇宙船のコックピットのボタンを押すのを止めて、彼の膝の上に乗せる場面が挙げられる。また別の例としては、宇宙船のコックピットにチャイルドシートを設置して、 チャイルドが安全にかつ快適に着席した日ができるようにしたことが挙げられる。マンダロリアンとチャイルドの関係は思いがけない不正の一例である。マンダロリアンは彼自身が両親の死によって孤児となり、ファウンドリングによってマンダロリアンに養子縁組された子供時代を送ったため、チャイルドとのつながりと親の絆を感じている。それにもかかわらず、不正という役割は、 マンダロリアンが当初求めていたものではなく、序盤の彼はその責任を回避するために何度も思考している。まず彼は、チャプター3、罪でチャイルドをクライアントのもとに残そうとし、また次のチャプター4、楽園では、惑星相岸では、オメラに預けようとしていた。マンダロリアンは、第一シーズン最終回、チャプター8、食材で、ファウンドリングとして、 チャイルドがマンダロリアンの一員に加わり、彼が正式に父親であると宣告された時にその役割に完全に適合する。バニティフェアのアンソニー・ブレズニカンは、親子関係の日々の困難が描かれていないと指摘しており、ベビーヨーダには噛んだかい泣き声も、感触も、唾液も、敗者のドリルが柔らかいピンク色の神経を、細断するように親の精神に潜り込むような、 制御不能な叫び声もないと述べた。同様に、バルチャーのライターであるキャスリン・バンダレン・ドンクは、番組が、チャイルドが何を食べるか、いつ眠るのか、おむつをつけるのかどうかなど、父親を困惑させる多くの子育ての詳細が無視、されるか取り上げられていないと述べた。彼女は、マンダロリアンは、おむつには、興味がないので、マンドは、些細なことには、汗をかかなくてもいい男という特殊な、 父親像を手に入れると評した。バンダレンドンクはこれを現在の親や将来の親のための願望成就ファンタジーと説明し、子育てのビジョンは全ての詳細と得意性を徹底的に取り除かれているため、残ったのは原型、つまり親と子だけだと評した。ジーナカラーのワチャイルドがシリーズに温かさをもたらし、マンダロリアン自身との釣り合いを取る役割を果たしていると感じた。 カラノはこのようにしてチャイルドは感情的なレベルとステークスを引き上げていると考えている。ブレズニカンはここでは感情的な転移が起こっている。視聴者は名前も顔もウチマンダロリアンのことを気にかける。なぜなら彼はベビーヨーダをとても気にかけているからだと述べた。チャイルドはホースを生まれ持っているが訓練を受けていないため。 マンダロリアンやその仲間たちに保護される存在となっている。チャプター5、ガンファイターで一時的にチャイルドの子守りをした整備士のペリモットーとのやりとりが親子関係の課題についての最も明白な議論の一つである。マンダロリアンがペリの腕の中で眠っていたチャイルドを誤って起こしてしまった際に彼女は私かその子を眠らせるのにどれだけ時間がかかったかわかる と言って、彼をからかう。また彼女は、マンダロリアンが子供を船に一人で置いていったことを非難し、あなたは小さな子供の育て方について学ぶことがとても、たくさんあるといいホール。スクリーンクラッシュのライターのマットシンガーは、失敗を犯すことは親であることの大部分であるため、マンダロリアンの子育てにおける失態は番組を、より魅力的で関連性のあるものにすると主張した。 シリーズの5日の瞬間でファンはチャイルドを再評価し、チャプター7、バツで、マンダロリアンが、キャラデューンと友好的に、アームレスリングをしている際に、ホースで彼女を窒息させようとするときなどで、彼が悪の傾向を示す恐れがあるという疑念につながる。バッセルのケイトリン・ギャラガーは、チャイルドが悪に染まる方に向かって構築されるのではなく、番組は、 マンダロリアンがより暴力的でない環境で子供を育てる方法を見つける必要があることを示唆している可能性があると主張した。マンダロリアンがキャラの窒息死を止めた時のようにこれを導くことは主にマンダロリアンに委ねられている。マンダロリアントッペドロ・パスカルの演技は大胸高評価を得た。パスカルはスター・ウォーズのファンから肯定的な直接の反響と反応を受け、 この役柄は私が今まで感じた中で最も家庭に歓迎されていると述べた。シネマブレンドのライターのサライル・マームードはマンダロリアンが彼女にとってシリーズの最も興味深い側面であり、彼には本質的に素晴らしい何かがあったと述べた。彼女はまたパスカルの演技のエネルギーを称賛し、荒野の用心棒のような西部劇で有名な クリント・イーストウッドが生み出した静かな魅力と緊張感をもたらしていると評した。スラッシュフィルムのイーサン・アンダーソンはキャラクターについて、マンダロリアンはボバフェットを吹き飛ばす本物のワルだと評した。エンターテインメント・ウィークリーのライターのジェームズ・ヒバードはマスクをした男を中心としたシリーズを作ることを大胆であると評したが、ジョン・ハブローは監督したスーパーヒーロー映画の アイアンマンの主人公でもこれを達成していたと指摘した。ヒバードはパスカルの声の演技と番組の印象的な編集とカメラワークでファブローはなんとかキャラクターに驚くべき量の個性を吹き込むことに成功したと語った。スクリーンラントのクレーグエルビはマンダロリアンの制作チームは文字通り、そして比喩的な意味の両方でほとんど露出しないキャラクターが 視聴者との強いつながりを築けることを証明していると述べた。同じくスクリーンラントのケビン・パントー派はマンダロリアンのオリジンが共感を呼び彼のアクションシーンが楽しくチャイルドを受け入れる父親的な役割が彼の最大の特徴であると語った。パントー派は彼を最初から応援できるヒーローでありつながりを持つ理由はたくさんあると評した。 メンズヘルスのライターのエヴァン・ロマーノはカブトをかぶり、多くの場面がパペットとの共演であるという事実にも、かかわらず、パスカルの感染力のある魅力が彼の演技に現れていると評した。バニティフェアのソニア・サライアは、パスカルの演技力を証明するものとして、彼の顔が滅多に見られないにもかかわらず、存在を守るという無言の誓いは、彼のキャラクターを定義するのに、 十分なものになっていると評した。ポリゴンのライターのチャーリー・ホールは、マンダロリアンのスタントチーム、特にチャプター6、囚人の戦闘場面での彼らの仕事を称賛した。マンダロリアンは、スクリーンラントによる、マンダロリアン第1シーズンで、最も興味深いキャラクターランキングでは3位、番組の最高のキャラクターランキングでは2位、最も素晴らしい衣装ランキングでは2位となった。一方で、 否定的な意見も存在した。ボックスのライターのエミリート・トッド・バンデルワーフは、パスカルのような才能がありカリスマ性を持つ俳優を、キャスティングしておきながら、最小限のセリフで、マスクの中に閉じ込めることを、客観的にひどいアイデアと評した。BBC のライターのカリン・ジェームズは、キャラクターとの感情的なつながりは感じず、実際には誰でもその鎧の中にいる可能性があると、評した。 GQC のマックスケアはマスクが感情的に隠されていると感じ、視聴者がキャラクターに入り込むことを難しくしていると評した。AV クラブのライターのケイティライフはパスカルが常にマンダロリアンを演じているわけではないという事実は番組やキャラクターの楽しさを損なうとは言えないが、スタントダブルであることを知っていると幻想が少し損なわれると述べた。同様に、 メンズヘルスのフィリップ・エリスはそれを我々の不信感の保留への崩壊的な一撃と評した。マンダロリアンの玩具やグッズは多数発売された。2019年12月31日にはファンコポップのフィギュアが告知された。ホットトイズはマンダロリアンの6分の1スケールのアクションフィギュアを発売し、またハズブロもスターウォーズ・ザ・ブラックシリーズの トイラインの一部として6インチのアクションフィギュアを発売した。ダイヤモンドセレクトトイズからはマンダロリアンの約10インチ2分の1スケールの胸像が発売された。これはジョーアラードによってデザインされ、6個たるタメラによって彫刻され、1000個で限定で生産された。レゴからは2020年8月にマンダロリアンのブリックヘッズフィギュア、2020年9月に ミニフィギュア付きの宇宙船、レーザークレスト号のセットを発売した。ありがとうございます。